圧倒的な力を見せつけたオーディンは各地に軍を派遣、人間界、戦界、全てを制圧すべく動き出す。この事態を受け、連合軍は防衛に注力。前線基地を守るため、竹中半兵衛、馬長、芝将ら精鋭を向かわせた。奪われる前に何とか城に滑り込めたが、敵の包囲はどんどん狭まってるな。そうね、このままだともっと困ったことになりそう。オーディン軍は力も数も俺たちを圧倒してる。その上勢いもあるしね。でも不思議と諦める気にはならないんだよな。ああ、人間の未来のため勝利を信じ力を尽くすのみ。完全に包囲されちまったか。ここは俺たちで守り抜くしかない。お先真っ暗な状況に立ち向かう。そんなこと前にもあった気がするんだよな。俺たちはかけがえのない仲間だ。なぜかそう確信できる。力を合わせて乗り切るぞ。この戦力差、勝敗は火を見るよりも明らかだ。それでもまだ諦めないつもりか。まともにぶつかったってか結構ない。でもそこをどうにかするのが軍師の仕事ってね。まずは味方の増援を呼び込まないと。そこでお願い、敵の包囲に穴を開けてくれないかな。頼んだぞ。観光と情報が近くまで来ているはずだ。援軍到着まで我らは城を守り抜く。包囲を待ち援軍を呼び込む気だ。半分は考えそうなことだ。私の出番だ。ああ、ファンデー殿のものは任せないと。ここは退場してもらうしかないな。包囲を崩すことにかまけ城の防御を怠る。アンベ、軽らしくもない。またもや敵の増援か。来るぞ、みんな耐えろ。敵に回った訳を問いただそうとでも。そうのんきに構えている状況でもあるな。なかなかやりますな。ゼウスを倒したら余計面倒なことに。過去に戻ってやり直したいって。冗談はいいから戦って。そんなことできるわけない。ちょっとぜ。ああ、よくやってくれた。あとは援軍の到着を待つだけだな。無駄にあがいても疲れるだけだ。一息に潰してやる。ならばこの小指揮に任せておけ。追い詰めた敵にとどめを刺す。悪くない役回りだ。やっほー。今度は北から敵の増援。少し休ませてほしいんだけどな。よりによってあいつらか。これは援軍到着まで持つかどうか。いやはや、惚れ惚れします。活躍してくれる人がいるなら俺は昼寝でも。なんて無理か。この城を落とせば体制は決する。容赦はせんぞ。愚か者は淘汰する。どの世界であろうとそれは同じだ。攻め手を緩めるわけにはいかない。
私の指揮にも働いてもらおう。任せるよ。さらに畳みかけてくるとは。打ち取った。諦めん、諦めるものか。おお、いい戦ぶりだ。ダメだ、どうしようもねえ。救援は望めないか。さすがに息が切れてきたぜ。だが援軍が来るまでどうにか耐えねえとな。関東と長方の到着まで命に変えても城は守る。今日の俺めちゃくちゃ働いてるよね。援軍が来たら一休みさせてもらおうと。なんという強さ。ここは引く。いやはや惚れ惚れします。間に合ったようだな。城を攻める敵を撃て。城内の仲間を救うぞ。関君たちか。いや待てだ殿。これは心強い援軍だ。天の助け、これならもうしばらく耐えられそうだ。救援か。来てくれると信じていた。炎症陣、今日はもう勘弁してやる。行くぞ。撤退するほかない。なかなかやりますな。触れてやるわけにはいかん。老将と侮るなかり、いいぞ。ここで助力を得られるとは。その疑心に応え、そう奮起せねば。アテナさんのおかげで助かった。ここは素直に感謝しとかないとね。しかし私だけで状況を覆すのは難しい。そのよければ共に力を合わせよう。そうだ、俺が負けるなんて。いやはや惚れ惚れします。私の出番だ。なんていう侮辱。嘘だ、俺が負けるなんて。向こうにはアテナ殿が来たようだね。だが勢いづかせるわけにはいかない。いよいよ総攻撃か。数ではまだこっちが不利なのに、多方面から押し寄せるか。皆耐えよ。耐え抜けば勝機はある。来てくれるとは思わなかった。皆を守ってくれてありがとな。残念ながら私にそこまでの力はない。どこまで役に立つかわからぬが、共に戦わせてくれ。責任は果たす。基本だけどすごいこと。力負けするなって。ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。思いっきり行くわよ。力だ。なかなかやりますな。私の
これより私たちも参戦する。大丈夫か？今助けるぞ。大事な仲間を奪われなくて本当によかった。さあこれからは復讐の時間よ。やれやれ、待ちくたびれたぜ。しかしどうやって合流する？ここは思い切って撃って出よう。それぞれ敵の対象を目指して突撃。私たちはあの敵に当たればいい。艦暗黒マイル、我らも攻めるぞ。続け。敵は勢いを取り戻したか。来い弁慶、現人者の気概見せてやるぞ。もっと待ってくれ義経様。アテナ殿の突入で敵の包囲が緩んだ。私たちが合流できたのは彼女がいたからだ。アテナ殿こそ美しき勝利の女神かもしれない。美しき言ってて恥ずかしくないのか。観察といい、天然はこれだから。いやはや惚れ惚れします。助けに来てくれたか、礼を言うぞ。ここは通さねえぜ。獲物を置いて逃げるか、俺に倒されるか、さあどっちだ。こいつ親父よりも頑丈そうだな。誰が相手でも超えなければ勝利をつかむために。相手が誰であろうとひるまぬ。神を討ち武名を上げてみせる。行くぞ。潔いな、人間とは実に面白いものだ。はい。いかに押されているだと。負けせねえわ。私は出ます。俺が遅れを取るとは。迷いのない戦ぶりですね。そのお力、時に羨ましく感じます。駆け引きの妙、見せてやろう。あなたが我が術の対象か。容赦はいらない。思いっきり行くよ。負けせねえよ。もう勘弁してやる。ここも撤退するほかない。あの兵力差を覆してみせるとは。ここは素直に感心しておこう。いや厳しい戦いだったが、なんとか守りきれたな。アテナ殿、私たちを勇気づけてくださって感謝します。元はといえば私の父や弟が招いたことだ。私にも責任がある。しかしあなたがいなければ俺たちはきっと勝てなかった。それは事実だ。どうしても後悔してるっていうなら
これからも力を貸してくれると嬉しいな。そうやってやり直す方法もあるんじゃない？ああ、温かい言葉、感謝する。それにしても、オーディンについてる奴らは何なんだ？どうしてあんな神に？多分だけど、そのうち明らかになると思うな。本人たちが説明してくれるとかそんな感じで。まあ、ただの勘だけどさ。よし、上守備よ。うっせ。うまくいって安心したわ。戦場を混沌で染め上げてやろう。